今回はクラッチの分解だよ。この大きなナットを外します。これが安くて便利。メーカーによって大きさが違います。緩める方向はこうやってトントントンってやると緩みます。今回はこんなのを使うよ。クラッチホルダー。これだと女の子でも楽々できるよ。圧縮したら上のナットを外します。そして元のように戻すんですが、たまにナットを外しても噛み込むものがあります。それがこれ、リアル黒ひげ危機一発。スプリングが強いと3メーターぐらい上がっちゃうから本当危険なんですよ。詳しくは YouTube 見てね。